い、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、シラス強化ですね。で、天才確定会になります。で、デッキの方は一応こんな感じ。ミート上限アップ、走力上限アップ、守備上限アップ、肩上限アップ、補給上限アップの、5上限アップですね。で、今サクスペ4周年記念でなんか彼女キャラで、パワー上限アップのキャラが来てるんですけれども、ちょっとまだガチャは引いてないので、まあ、とりあえずこの編成でやってみましょうということですね。ちなみに強化しらす、いまだに柵山でしかやったことないんで、通常のっていうのもあれですけど、通常の強化しらすでやるのは初になります。なので、そこら辺のね、立ち回り、もういきなり天才確定会を使ってしまうんですけれども、やっていきましょう。多分船長はもうどんどん交代させていって経験点を稼ぐというのがいいと思うんですよね。みおちゃんの評価を上げていきます。まあ、彼女キャラは早めに評価を上げて、でちょっと青骨とかなかった時にデートをしていくという方針です。まあ、そこら辺は柵山の時と変わらないかな。なので、アイテムとしてはお守りと招き猫を持ってきてます。モネちゃんの評価も結構早めに上げておきたいと。経験点的にはどっちが高いんだ。ちなみに船長鈴木か。まあ、みおちゃんの評価上げていきましょう。最初の方は、あとだからパワーヒッターはね、例によってコツ2くらいまでだったら赤コツでも欲しい。で、青、あれ入れてもよかったかもね。永久期間ちょっとそれ今回考えなかったな。まあ5上限アップなんで、永久期間入れようとするとどうなんだ、ちょっと編成が分かんないけど、とりあえずいけるキャラからいこう。二宮、まあ、精神で回復もできるし、衝撃、佐伯さん王子バージョンですね。まあ、鈴木くんがね、守備上限アップなので、通常の佐伯さんも守備上限アップだから、まあ、そこをね、王子にして、補給上限アップをつけたという感じになります。ここだからパワーヒッターはやっぱ欲しいんで、普通に赤骨でもらいましょう。パワーヒッターもう1欲しい。パワーヒは、まあ、3とは言わない、3あればなおよしだけど、まあ2でいいかなというところです。みおちゃん、ただ総力はいけるか、やろう。まだみおちゃんの評価もね、上げとかなきゃいけないんで、リベンジ、誰かが王子に。あ、ちょっとここら辺イベント内容がわからん。その他大勢、どういうイベントだ。体力が回復した、代打。あと俺いつ覚醒すんの。妄想ができるモネちゃん、だからあげられるものはちょっとあげておく。30、一旦30にしておいて、パワーが少し足りない。左打ちできてるからね今回。まあ、ミートもいいにしておきますか。総力もちょっと上げられるだけ上げとこう。で、精神も余ってるから50と、これでで赤シドレミちゃん、もう上げられるパワーがない。ただミオちゃん評価を上げておきたい。モネちゃんは最悪少し遅くなくても大丈夫か。で、一緒に読もう。あれ、これどこで分岐してくるんだ。モネちゃんまたいないってことか。しどれみちゃん全部赤、どうしようかな。あげられるとすれば、いや無理だな、総力も3か。3すらあげられないかんな今。いいや、普通にタッグを組むか。じゃあちょっと使いすぎたな、能力アップに。ファウルカーブ、二宮もね、もうちょっと
レベルを上げたいんだよね。天才覚醒千丸はつかなかった。これ千丸つくかつかないかね、全然違うからね。これで12上がって、俺は今38弱い。でミオちゃんは乗った。あとモネちゃんだな。ちょっとモネちゃんの評価も一応上げとくか。2回くらい練習しておく。全部持ってもらおう。またモネちゃん、シドレミちゃん、二宮、回復、どうしようかな、回復しとこうかな。鈴木がまだ評価乗ってないのか。でここは体力あるんで上にしておこう。筋力ポイントを稼ぐ。てかモネちゃんマジで全然いないな。でメンタルがいけるけど、ちょっと打撃、鈴木くんがでも C か、どうしようかな、二宮にしとくか。そろそろしょぼこつを潰しておきますか。ムードとかね、ムードとかね、来ちゃったね。佐伯の夢、あれここでどう変わるんだ。なるほど、プロ野球で逆襲に続いてお姫様にするとアイコンタクト取れるのか。今回二塁なんだよな、セカンドでも。まあいっか、プロ野球選手にしとこう。アイコンタクトは1が確定みたいなん でここはなんか勝てそうなとこでいきます。で青二宮、シドレミちゃんか。まあモネちゃんもいるし、ちょっとこっちにしよう。強くなれ、逆襲じゃない、逆境だった。でここはまた体力を回復させて、そうだね、そろそろ潰しとくか。意外性で取れるものを取っていきましょう。特殊能力、やっぱパワーヒッター1はちょっと重いよな。もう1欲しい。学級値、意外性、ダイナモ1でいいや。ミオちゃんを待つ必要はない。逆境も2でいいか、精神あるし。ムードホームシシュ、プレッシャーラン、リベンジも取ろう。で盗塁アシスト、こんなもんか。じゃあ試合へ行きます。6上限アップとかできんのかね。6上限アップさせて、かつ金徳も全部取りたいからね。そうするとどれだけ経験点を稼ぎ出さなければいけないのか。告白、モネちゃんが先に来たか、付き合おう。あそうそうそう、全然あれだけど、ミオちゃん入れてると二股のイベントは変わるんですよね。まあ、それは二股が来た時に見ましょうという感じになります。いや結構いいよ、全然知らなかった。あこんなイベントあるんだって思った。全然プラスに働きますね、プラスに。あ鈴木くんか、まあいいや、やっちゃおう。どこら辺で自分が船長になれっかな。二宮デート、これは真ん中にしとくか。あそうか、二宮広角打法取れるんだよね、そういえばだけど。でモネちゃんのお返し、もう彼女になってるので経験点を稼ぐ方向でいきますか。よし、でまた鈴木か。ちょっと鈴木が強くなりすぎな気もするけど、肩だったら大丈夫か。やろう。一層で野球のリズム、これ失敗したくないからな。走力なるべく上げておきたいんだけど、どうだろう、走力いけるな、やっちゃおう。もうどんどん行こう。鈴木よ強くなれ。アウトコース、いやまあ本来一人をね突出させて強くするのはあんまりよろしくないんだけどね。鈴木が今何回目、もう3回目とか4回目とかだよね。佐伯さん 9% だったら一生やろう。
かく今総力が欲しい気分や。いっちゃんいらないやつが来た。でもう体力ないんけどメンタルがいける。デートがマジで進まないな。ちょっと総力、あでももう総力 C あるんだ。ちょっと B に上げとこう。やっぱり天才ってすげえな。そう思うとめっちゃ強くなる。まあ1段階ずつ上がるっていうイメージだからね。12くらい上がったから。あれこれって上げ幅あったっけ、その12じゃなくてもうちょっと上がったりもうちょっと下がったりみたいな。1700がつくかどうかっていうのは、まあ、確かに一つあるけど、なんかそこら辺がわからんな。デートを進めていこう。青骨がないんで、ここはモネちゃんとクリスマスか。もう、まあ、ミオちゃんは別にね来なくても大丈夫。打撃で勝負。寝れない。うおー不眠症になった。妄想はできるミオちゃん。ミオちゃん妄想してもな、告白が来るとは限らないからな。ラブパワーでモネちゃんに直してもらうっていうのもありだけどな。どうしようかな。何もやることがない、何もやることがないから、いや先に進めちゃおう。デートここは全力でやる。クリスマス前だから。下がっても大丈夫で、ここは俺も負けないぞってしてみよう。やったことないこれ。体力は下がった。競争心か。でモネちゃんのクリスマスってどれくらい回復するんだっけ。回復量はそんなにか、経験点もなんかそんなにだね。今見てみたら二宮待ち勝てん、やりおるわいこいつ。96とかちょっと期待すぎたな。期待すぎたけどまだ鈴木だからな。デートしよう。デートしてばっかり。その割にはあんまり評価が上がってない。これいつまでいたんだよ。ここは上にしてみよう。ささやき破り取れるんだ。モネちゃんも別にレベルが高いわけじゃないからね。経験点はそこまで伸びてない。とりあえず大吉は出てくれた。足ミオちゃんか。うーんここはちょっと一回ミオちゃんでパワーヒッターをもらっておいて確実に、うん、これでもいいか。潰してしまおう。え、これなんか失敗したっぽい。いや失敗したっていうか、まあ別に1は取れるんだけど、まあとりあえず金徳をゲットするというのが最低限なんで。エペレミちゃんはもうなんかいけそうな気はするな。じゃあパワー1人でしょ。弾道も3人上げておいて D57。 あとやっぱりちょっとパワーが低いよね。パワー不足だな。ミート上げとこう。ミート上げとけば結構伸びるから。いくつだっけ A81。 やるな。じゃちょっと肩も上げて、あとなんか守備が上げられそう。 B70。 もう10上げとく。やはりここら辺は全然伸びないね。じゃあ守備しどれみちゃん。レーザービーム頼むぞ。クエパク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 。いいね。スイープミオちゃん早くなれ。てか俺もあれが必要。敏捷が必要。広角打法掴んでしまった。あこれ総合力もよくよく考えれば上げていけるよね。つぼけんどうしようかな。つぼけんやろう。お願いします。何が起こったのかはわからんけど経験点がもらえる。ここは
ミオちゃん、二宮、どうしようかな。今どういう状況なんだ他の人たち。ミオちゃん、二宮、同じくらいだな。だったら二宮の足を速くしてもしょうがないからな。ミオちゃんの守備を強化しよう。キウイヤとかもどうしよう、マジでいらねえ。あれこれってそっか、ミート直上げできたね。まあいいか。でやっぱりそろそろなっておきたいから、サイン察知衝撃スイープは取っちゃおう。 K83、 これでどうでしょうか。でこっからまた鈴木くんを鍛え上げて船長交代して、まあ、他の人たちも鍛え上げられればそれでいいけど、1点取れなかった。むしろ1点取られた。よし船長、魔術師欲しいよね。ツボ剣どうしようかな。ちょっとやろう、やってでメンタルには来てない。筋力欲しかったんだよな。デートしよう。あ、不眠症発動してねえな。ちょっと直れ。よしで、こっからさらにバレンタインで回復する。てかミオちゃんの告白どうなってんだ。まあ、ツボ剣が終わったから、あと告白だけだからね。ほら、アジ。今日めちゃくちゃバレンタイン怒るな。ダーカイでしょ?モネちゃんでしょ?で、さらに、二宮。これ、キャンディーにして、広角打法は、まあ、レベルが高くても全然いいコツなんで、ちょっとここで広角打法を使うもん、4。A87、 特に誰かがいるわけではない。ちょっと筋力が欲しいといえば欲しい。やろう。ラブパワーにはならなかった。まあもう直しちゃったけどね。走れ。失敗した。10。あ、ゆうちゃん妄想がある。特に何もねえから妄想しよう。妄想で告白。いや俺は今彼女がいるから、あくまでも妄想して告白してミオちゃんとも付き合えたらいいなーっていう妄想だから。これ別に二股してるわけじゃないから。おお、金徳来た。鈴木くん欲しい。で魔術師、ここも回復はできる。赤肌イベントはねかなりいい。でまた金徳誰。お、アイコンタクト持ってんだっけ。そういえば、そういえばだけどちょっと見てみよう。あ、そうだね、アイコンタクト持ってたんだ。せっかくだ、もらっておこう。アイコンタクト、あ、よかったよかった。じゃあアイコンタクトにしなくて全然よかったわ。あとは鈴木。オッケー。独身術しかもかなり掴んだ。あとはひたすら強くなる。ただそれだけ。あとちょっとみんなが強くなってもらわないとね。走塁。来ない。でも来ないときはお出かけデート。で。ちょっとミオちゃん進めますか。じゃああとミオちゃんのあれが欲しい。金徳が体力は下がってもらって今全然構わないからね。で総力結構必要といえば必要だけど、どうしようかな。シドレミちゃんが、うん、あれか。でも強くするっていう意味ではこっち。でも経験点がすげえな、そもそも。気分屋とかマジ何回掴んでんだよ。うん、まあ、サボり癖にならなければこれは全てよし。で筋力もやっておきたいんで、てか
あんまりね能力を上げたくないんだよね、あの自分が強くなっちゃうから。船長を交代させたいんだよ。経験点はちょっと溜め込んでおいて溢れ出ないようにする。よし、でしどれみちゃん92やるな。じゃあミート上げていくか。ちょっとミートだけで92に持ってく。91 A くらいにすれば92になる。95、やっぱりめっちゃ上がる。ミートはねめちゃくちゃ上がるよね。ミオちゃん君も打てる選手になってくれ。2だ。あれ、これ体力上がる。ちょっと待って、ってかさ、そもそもあれだよね、なんだっけ、デート鈴木 A87 走力ちょっと、いやちょっと微妙だな、足りなそうだな。というわけで1回やって、あとちょっとデートを進めていこう。また早急悪くない。で総合力 B、 ちょっと待って待って待って、経験点がほんと溢れる。これ C でいこう。 SG 勝つ。もう無理か。逆転はしどれみちゃんが92か。ただもう経験点がちょっとガチで溢れそうなんだよな。パワー上げると一気に上がるしね。ちょ、差し障りのない肩とか上げてくる。100、ちょっと待って、あ、そうか、それでも2か。うん、でここはちょっとデート、これやってあと5回。月1のデートじゃ間に合わねえな。というかやる気がない。俺のみんなのやる気は上がったけど俺のやる気が上がらん。あとみおちゃんの金徳欲しいから、まあデート中心でいくか。やっぱり、いや、やるわ。 SG から点が取れない。前回のライブの時も SG から点が取れなかったからね。さすがに強固な守りを誇っている。敏将か。96、結局突破させるからね。ちょっと敏将は欲しい。というわけでやります。で次よっぽどじゃない限りはデート、その必要ありませんよって言ってきた。何度も言わせないでください。怖いは怖いけどね、確実に殺されるから。はい、ミオちゃんはちょっと用事を済ませに行ってきますね。命があるといいわね。金城くんっていうの俺自分の名前初めて知った。体力はちなみに下がらないから。2打のコツつかめっかね。なぜかイベント内容としてはかなりいいよね。かなりいいと思うんですけど、どうでしょうか。さてそこからちょっとデートしてミオちゃんのその機嫌を取らなくては。電話しよう。お前よく電話できるよな。まあミオちゃんもね、なかったことにしてくれてかなり優しい子だけど。でここ下でなんか敏将取れなかったっけ。敏将ポイント20くらい。あ、固め打ちももらえたわ。でメンタルもういっか。もう船長交代は無理だね。強くするのは無理だ。俺の経験点が普通に溢れそうだから取ってこう。ここはちょっと骸骨つかめる可能性があるんで置いとくでしょう。接戦、独身を取ろう。でアイコンも取っておこう。で敏将が若干危ないけどもうすでに96いってるんでまあ大丈夫かな。これ取っちゃおう。もうこっからは交代無理だね。 S3 とか S3 は本当に無理だ。いいな、やっぱ佐伯さん絡んでくるとでかいよな。だデートだな。まずはちょっと アーティストを取っておこう。よし、
で最悪ミオちゃんのデートは4回でいいのかな。でソウル100やるな。しかし俺はさらにその上を行く。101、これでちょっとビーチを稼ごう。チャンスメーカーカンパ、カンパが来てしまったってことはアーチスト以外のものが来る可能性もある。ちょっと6月でしょ、あとデート何回、3回か。やろう。ミート、レーザービン、あれレーザービン掴んだよね。ナイアアンダオ、やばい、ミオちゃんが余計なものを掴んでしまった。これは来い金徳ガチャ、ナイアアンダオいらねえまあいいや、しょうがない、まあ、足早いからね。ちょっとここはデートします。モネちゃん、モネちゃんそもそもまだマックスじゃないんですけど評価が。これあれだよね、なんだっけ、あの彼女キャラ名前忘れちゃったよ。シラスの彼女キャラ入れてると変わる。で精神ってまだなんか使う。ちょっとそもそもだよね、そもそもミートをまず上げきろう。そうだよな、そうするとやっぱり精神足んねえわ。パワーも上げて B、 技術も足りてない、足りてないっていうか使うんだけど、連打これ取り切れるか全部。いやパワー欲しいわ、強くなれ。ミヨヨハイボールで最低でもやっぱりモネちゃんは終わらせとけなきゃいけないんでデートするでしょ。でミヨちゃんはね結構デートの経験って美味しいからね、やりたいはやりたいんだよね。振り遅れたけどまあなんとかなった。やっぱりここで二次得がないっていうのはなかなか厳しいものがあるけど、まあ、その分金徳の数は増えてるからね。シラス強化やっぱり強いね。天才の入部届持ってくとマジで強い。これでもまだだって二宮がただの PSR プラゼロだし、モネちゃんも PSR プラゼロだしっていう、まあ、そりゃみんな PSR プラボだったら強いんだけどさ。まあ、試合も多いしね。さて守備かやりてーけど、ちょっとまずは完全にモネッティを終わらせよう。で青骨が来なかったらミオちゃんとデートをする。それでいこう。総力バースト1か、どのくらい使う、ちょっと見よう。274、うお325、いやきついわ、取れなくはないけど敏将がきつい。もう敏将上げきってあるのがまあいいんだけどね、せめてもの。ウエスト松浦君足速っ、てかうちのチーム多分足速いんだな。足 S だったよね。スバルも恐れている完全に、てかみんな恐れるよ。誰が塁に出ても怖くないかこのチーム。3点取られてる、その分ピッチャー弱いのかな。大丈夫だ、点を取れば、相手より点を取ればいい、ただそれだけの。おい誰も塁に出てない、せめて
自分一人だけでも孤軍奮闘して、待ってマジで孤軍奮闘しなくては。危ねえ、振ってしまった。確実に同点にしておかなくては。同点にすれば、抑えれば俺まで回ってくるよね。最悪なのはフォアボールになること、またはデッドボールになること。いや、これはちょっと怪しいぞ。フル、あー、いかなかったか。あれくらいだったらいくかなって思ったけど、最後攻めて1点、攻めて1点でも取れば望みがつながる。これ待って待って待って、シンカーだから慎重に行こう。手は出さない、これだっていうものにしか手を出さない。これだ、いやー危ねえやるな、さすが妄想のスバルだ。お前には才能がある、妄想の闇に飲まれよスバル。いやー危なかったね。筋力は欲しい、ミオちゃんにはかなわん。鈴木を鍛え上げよう。セカンド総力バースト取得しやがった。いらんけどね。で、あとはちょっと A にはしときたい、パワーで。そこから技術か、あとちょっと肩も A にしておいて、で補給は S にしておこうって感じか。上限突破させてどれだけ取れるかだよね。最後のエピローグポイントが一応メインで2人もらえるから、まあ、佐伯さんとかもまあもらえるはもらえるけど、一応メイン的には彼女キャラが2人いるんで、まあ、最後の伸びも期待できるよね。っていうかカラスマやるな。あ、待って完全に追い込まれた今。やられたわ。しかしこの独身術があれば。V スラか、 V スラはね俺嫌いなんだよね、すげえ打ちづらい。何、バレていても打たれなければ問題はない、そういうことか、カラスマよ。しかしそのストレートの甘さが命取りだったな。平山マジで足速いな。てか4番誰なの、俺4番じゃないんだ。あ、ミオちゃんか、ミオちゃん多分超強いよね、ミートとパワー、アーティスト持ってるしね。それ4番になるわっていう。しかし4番だけが点を取るものではない。クリーンナップを任された。うおー、カラスマやるな。あいつ打球ハンド持ってる。よし、総合力 A、 これ総合力 S いけんじゃん。何、誰だ、筋力、しどれみちゃんにすら勝てないのか俺は。81にしよう。ちょっと待って、でもどうしよっかな。最後デートして経験点どんだけもらえたっけ。ちょっとデートしちゃおう。まんべんなくもらえたような気がするんだよね。いかんせん今ちょっと技術が足りないから、技術でも24 73 24、いやめちゃくちゃくれんじゃん。デートしといてよかった。俺はミオちゃんを裏切らない、それだけだ言えるのは。肩 S、 守備も S しとく。技術で金徳何残ってる。総力バースト、孤軍奮闘はまあまあだな。スイープ重いのは取ってあるからね。逆襲も取ったでしょ。魔術師技術か、レーサービーム読んだから取っとこう。意外にコツがつかめてない。これはもう決勝まで行くのマストだな。お待たせいたしました、共に絆を。さあ勝ち越しのチャンスを迎えました。ミオちゃんさすが。ランナー二塁という場面で近所、
足もめちゃ速い。後に控えているのはシド。投げた。顔の前通過。あ、俺4番になってるわ、いつの間にか。第3球はミオちゃんが3番になったのか。しかしミオちゃんが塁に出て俺が点を取る。勝利の方程式。ミオちゃんってかみんな足 S 速すぎる。第2球、そりゃ木場もやる気なくなるよな。ストレートボール、アウトローへ。第3球を投げた。待って、ちょっと振り遅れた。センターフライだ。取りました。もう一本ウエスト。ツーアウトランナー一塁という場面で近所。第2球投げた。やっぱりね、爆速はね本当やだ。もう一回待ってくる。8回の裏、シラス攻撃に菅沼くん。先頭バッターは近所。今日4打点を挙げています。第2球、これはいけんじゃん。引っ張った。多分ボールだったよね、ボール球だな。3球目投げた。きた、いった。入った。まあ点を取られなければどうということはない。さてあとはひたすら、よし、メンタルも鍛えていこう。技術だな。かくらん、とりあえずこれで補給は突破できるんじゃん。よし、補給突破、一応102にしておく。これ101から102って変わんの？変わんないな。査定だけだったら正直これでいいんだよね。で173から180だいぶ増えんな。ちょっともう一回置きだな。これはお待たせいたしました。4番シラス先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー、みんな塁に人がいればとにかくみんな足 S だな。シラスリードで迎える3回です。先ほどツーランホームランを放っている金城。あれ、これ行く？強い当たり、伸びた。行かない。伸びていった。足が速ければ3塁まで行けそうだったけど。シラス攻撃に入ります。トップバッター、内野安打王があれば行けたかな。打ちました、痛烈。しかし内野安打王というのもホームランを打ってしまえば、シラスリードで迎える8回、無用の長物よ。今日2本のホームランを放っている金城。速い。144キロであの速さか。伸びがあるからね。しかし目が慣れればホームランに持っていける。よし、青、足いいね。二宮、お前も速くなれ。二宮って多分そんな速くないよね、多分今現状。インコース、なんかアウトコースも取った気がするんだけど。でとりあえずまずはやっぱり上限突破が優先なんで、どっちにしようかな。まあどっちでもいい気がするけど、とりあえず技術、技術じゃねえ、守備で技術が足りない。ようやく SS か。こんな PC なんてどうやって取んの。お待たせいたしました。こんなに頑張ってようやく SS だよ。さあ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で金、いった。で試合はあと2試合でしょ。試合経験点とエピローグで金得取り尽くせるとは思うけど、あと能力っていうか総合力 S になってくれればさらに経験点もらえるから、総合力 S にしたいよね。ここで総合力 S になってなかったらもうもらえないんだっけ。おい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 、待って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 、やべえ、さっきホームラン打てなかったのがマジで痛い。また攻めて同点にしとかないと。マジか、全ての計算が狂うぞここで負けると。これだ、まず同点。ギリギリの試合ばっかだな。耐えろ、おお、耐え、耐えられなかったと思ったけど、ちょっと、あ、やべやべやべ、危ねえ。第2球、変化球は444、全部下だな。投げました。これだ、よし、とりあえず同点。
もう耐えろとにかく。よし勝った。あぶね。俺の次とか誰だったんだろう。まあ、次の人かどうかは知らないけど。いやなんてギリギリの戦いなんだ。最後に君らを指導しよう。鈴木だな。ちょっと本当に守備が欲しいから。余ったれた守備を。不動の4番になんて鈴木なれないよ、どう考えても。でここで肩がいける。よし OK。 でこっからはあともう本当に金徳に咲きたいけど、うわ325。いやちょっとさっきも見たけど思ってたより多いな。残り最後で100点に入れて、まあ、取れなくはない。何意外に取れてない。ちょっと余計なのは今取ってらんないんで、全ての経験点をかき集めて考えよう。よし取り行こう。フリート、また1点取られてるわ。オクタビアも俺嫌いなんだよね。やっぱりオクトスモークがね全然打ちづらい。ストレートをね投げてくれればそこを狙い撃ちにするんだけど、オクトスモーク打てないよ本当に。いやもうじゃ振ってしまった。早っ足早っ。俺リードで迎える4回です。ツーアウトランナー1塁という場面で近所、やはりオクトスモークばっか投げてくるよね。振る、いや無駄、分かってでも打てない。それがオクトスモーク。もう一本欲しい。ゲ変わってる。ゲっていうかいいんだけど、別に変わってて。今日3打点を挙げています。打った159キロのストレート投げた。無駄だがな。ここで100ちょいはもらえるよね。105、本当に100ちょいだな。で20もらえるでしょ。でシラスは試合が多いから、ここももう1位は全然大丈夫、問題ない。でミオちゃん、うわ力入らなかったか、マジか。しょうがない、金徳落とした。上り女子、いやこれちょっと総力ブーストくれんだで復興石化とか無理でしょ電光石火は無理。12000、もうちょっと押しなくて。12000だとそもそも無理だよね全体的に。いや助かるわ。いやこれ王子最近いいぞいや危なかった4番取ろう。防御の奮闘で金徳だけ先にちょっと抑えていく。いやこの余った筋力を本当は不動の4番でさばく予定だったんだけど取れなかったね。で敏将175じゃ内野安打を取って終わりだよね。電光石火428とか、これアホだよね。428、190、166とか取る価値なし。じゃあちょっとパワー上げとこう。技術なくなるけどしょうがねえわ。でだいぶ偏ったな。一応セカンド丸つけとこう。もうここまで来たら一発逆転を。いや意外に取れてないね。コツが取れてないわ。やっぱ絶対的な経験点が足りてないもん。怪我しにくさ。いやそれしか取れないわ。逆転取って怪我しにくさも取れるよね。気分やマジでいらない。怪我しにくさ、精神がちょっと余っちゃったな。暇だから投手でも取っとく。投手これでいいや。
というような感じですね。まあ、多分しらすもうちょっとそうだね、もうちょっと船長の交代が必要だったと思います。多分自分をちょっと強くしすぎた感があるんで、もうちょっとね頻繁に船長交代ができれば経験点が伸びると思いますけれども、やっぱしらすはね天才の入部届との相性がかなりいいんで、あと千丸だね。そうだね、千丸があると多分だいぶ違うと思うので、まあ千まあ、俺だと多分千丸があって天才の入部届があってようやく、まあ、もしかしたら PG に届くかなっていうような実力だと思うんで、盆栽とかだとちょっと俺はもう無理ですねというような感じになります。まあ、シラス強化ね、まだ結構日がありますので、できればちょっとこのタイミングで PG 目指していきたいと思ってます。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。